回なんか始まって出だしのテーマソングがなんかないの？出だしのテーマソング多分ね、あ、なんかここない、うん、あ、出だしのテーマソング YouTube で流れてる。あ、こんばんは、こんばんは、アマテラス桜子です。勧誘チャンネル、あれなんだっけタイトル忘れちゃったんですけど、今日は4月4日イースターでイエスキリストの復活の日です、はい、そんな記念する日にゲストに出ていただいたのが、はい、19時から鳥越あずうりさんで番組を持たれた元クールファイブの大沢誠さんです。はい、皆さんこんばんは。始まってますよねわちゃわちゃしてた、はい、はい、で、そう、あ、そうなんですどうしますか。はい、じゃあ私がちょっと預かりましょう、はい、これ、あの、はい、明日、大沢誠さんのお誕生日ということで、私お花を用意させていただきました。ちなみに私の誕生日は2日です。2日でした。皆さん中ください。いや、すいません、ありがとうございます。ちょっとこれ、せっかくだから出しても。本当に私に？そうなのよ。うわぁ、ありがたいですね。はい。じゃあ、桜子さん。はい。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。これ、何、何、何。嘘。え、ありがとうございます。あ、びっくりした。あ、来たー。やばい、まさきの来た。すごい。やっぱ、あ、ちょっと危ない危ない。嬉しい。なんか伝票が、すごいですね。え、ありがとうございます。これ、まさにさんですか。まさにさん、あ、はい、どうぞ、ちょっと置きにくいんです。まさにさん、あ、待って嬉しい、あ、嘘、素晴らしい、あ、すごい、私アップで、やばい、あ、ありがとうございます。ここに、欲しい、私が見えないけど、いや、ここ、あ、ここに置けます。いや、僕の前にも置いてもいいじゃないですか。あ、まあ、そう、そうだ、ね、なんか、その角に置けば顔も隠れない。嬉しい、ここに置けば、はい、マサさんは後で映像を流していただくんですけども、はい、日本を代表、日本だけではなく世界で活躍されているフラワーアーティストのマサさんです。あ、今日、そう、お花ちょうだいってわがまま言ったら、本当にさっき LINE で届いてないじゃんって言っちゃって、素晴らしいですね、そういう方がね。ありがとうございます、本当、まさに愛してます、ありがとうございます。もちろん誠さんも愛してます。あ、ありがとうございます。明日の誕生日のね。なんかいただき物までしちゃって、本当に。いっぱいお花に囲まれて。なんかね。あ、酒、お酒どうしてたの？お酒、お酒知らない。ラベルの、あ、ね、見せちゃい、あ、イヤモニ？イヤモニ、あ、そう、じゃあ。Say to you, Happy birthday, dear Sakurako-san. Happy birthday to you. 改めてお誕生日おめでとうございます。すいません、私の分までなんかご用意いただいて、本当に恐縮です。ありがとうございます。やっと25歳になりました。イエーイ。で、明日は、まこたんは何歳になる？はい、私は明日でやっと、いくつだ50歳になります。違うか、そうだよね、そうだよね、うん、まあ、大体そのくらいしとくか。あ、そうだよね、はい、ありがとうございます。なんかもうドキドキしちゃって、ああ、今日はなんか嬉しいですね。嬉しい、はい、もうゲストでお呼びいただいてね、いや、そんなね、お祝いまでいただいて、はい、じゃあ、はい、じゃあ乾杯、とりあえず乾杯、皆さん失礼して、いただきます。いただきます。これ、イヤモニって別に外してても、私つけたことがない。あ、そうなの、うん、だって会話の開始が、いい開始がわからないじゃん。会話の開始、いや、ここで聞こえるじゃん、うん、普通に。あ、そう、じゃあ、まあ、その辺は、ご自分にお任せするとして。はい。ピロピロピロ。すごいね、この花。あ、びっくりした。ありがとうございます。はい、素晴らしいですよ。お花届いてないじゃないで、ラインしちゃった。いや、ちょうど喉乾いてたんでね、本当にありがたいです。あ、本当、いや、いっぱい飲みましょう。この前も僕自分の番組やってたんでね、うんうん、ずっと喋ってたんで、うん、なんか水分取りたいなと思ってたんですよ。そうだよね、はい、だってありがたいです。19時から8時までして、はい、ですぐ私の番組に出てくださったので、うん、本当にわがままも申し上げて申し訳ないんですけど、こちらこそ、あ、こちらこそありがとうございます。マイク、大沢誠さんは、はい、あ、そっか、それ私の、あ、ひどいの、もう早速皆さん、春駒さん今出しちゃった、
あ、ありがとうございます。なんか長っぽそういうのが来た。あ、ありがとうございます。すいません。はい、早速、なんかこれほら。ツイッターですね。こちら。はい、あ、ツイッターを私番組のように、あ、すごい素晴らしい、ありがとうございます。おっと急に言っちゃったんです。私毎回急にスタッフさんにこれとやっぱりあれって言って、お、ね、あの困らせてるんですけど、うんうん、やっております。よかったらフォローしてくださいって。鳥小屋あずりさんは、うん、選挙活動と犯罪行為以外は、はい、何でも喋れる局なので私契約させていただいたんですけども、はい、あの皆さん、あの自由に発言して、私はこうもう世の中間違ってる、はい、そんな考えを持った方、はい、ぜひ契約してください。あのスタッフさんにご連絡をお願いします。私は対応できません、うん、なるほど、はい、はい、いいじゃないですかいいじゃないですか、よくわかんないけどなんか、はい、はい、で桜子さんは、うん、あの開運チャンネルってことでね、私開運するするあのゲストでお招きいただいたんですが、はい、具体的にどういうふうに開運にこうつながっていくんでしょうか。はい、まず私自身がパワースポットです、はい、桜子さん自身がパワースポット、パワースポットで一緒にいるだけで癒され、はい、開運し、はい、まあ、占いもします。あ、今日占い、あ、そう思って、あ、そう、一緒に、そんなことはないよね、まあ、今のところは特に、はいはい、一緒にいるだけでパワーが備わる、うん、というか、あの、はい、心のブロックを知らない間に剥がして、本来、ね、自分のね、あのメンタルブロックの話は僕自分の番組でもね、そういうゲストを呼んで一回そういうトーク内容でやったことあるんですけど、大事ですよね、はい、そう、やっぱり今の社会で特に芸能界だと、うん、事務所からあれしちゃダメこれしちゃダメ、逆にあれしろこれしろそれで、あの私三浦春馬さん本当に大好きで大ファンだったんですけど、亡くなったじゃないですか、まあ、亡くなったと、うん、それもう憤りを感じていて、うん、そろそろ真実を誰かお話できませんか、うん、あ、三浦春馬さんの、ね、亡くなったことに関してはちょっと僕は分からないんですが、あ、まあ、そうですね、うん、今桜子さんからね、ちょっと、簡単に触れた芸能界の部分ですかね、はい、いや私もね芸能界にいますけど、うん、まあいろいろあると思うんですよ、はい、いろんな形があって、でも少なかれね、まあなんて言うんでしょう、今いろんな方がこう事務所移籍したりですとかね、まあ、プライベートなことだけではなく、うん、その方たちがいるオフィスとのこうトラブルだとか、うん、ね、その辞めていかれる理由もまちまちかと思うんですが、うん、まあ、過去自分のことで例に挙げてもね、私辞めるときに2億払えと言われましたから、うん、そうなのよ、なんだ、なんじゃいそれみたいな、2億よ、2億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 ってそんな金持ったこともないよみたいなね、契約書にはでも書いてなかったんですよね当時。いや契約も何もそれをこうきつく言われて、うん、でもそこどうしてそういう発想になったかというと、うん、私があるね、いたグループをちょっと脱退したいと意思表示をしたところから始まったんですが、まあこの業界ってもう先取り先取りでスケジュールが決まっていくんで、うん、まあ、今ねちょっとコロナで皆さん本当に動きが止まってますけど、従来は例えば今4月もう人によっては暮れのスケジュールまで決まってるわけですよ。そうするとその前に退きたいとかになると、じゃあその仕事をどう誰がこなすのね、その損害金払ってよっていう部分からそういう発想になっていくんですが、それが2億ですよ当時でね、2億だからね、すごいですよね。まあなんかせめて20万にしてくんないかななんて思ったりねしたこともあったんですけど、それだけど、はい、スカウトされて誠さんはね、はい、スカウトされて一生懸命、うん、歌の練習をしてなんかスタジオにね、はい、閉じ込められて、なんそうですね、まあ、言葉悪く言うと監禁されてね監禁状態、犯罪ですよ今で言うと、監禁状態みたいので、うん、まあ自分なりに頑張ってきた時期があったんですけど、うん、まあ、もっと言うと、まあ、それはまだいいんですよ、 歌のレッスンになりますから、うん、ね、スカウトされときながら、歌のレッスンができるだけまだいいんですけど、うん、最初に私に待っていたのが、うん、なんと運転手だったんです、車の運転手、はい、でそこの運転手が、まあ、普通の運転ってどういうのが普通の運転だか分かりませんけどね、まあ、結構ちょっと
気難しい方のお抱え運転手が待っていたんですよ。まあ、ちょっとほら、ちょっと反社会が、なんかこう、あれをしている、いろいろこうあってですね。まあ、反射反射。なんかちょっとその時僕も若かったんで、ね、遊びたい盛りに、なんかまあ24時間体制っていうことで、うん、そのあるお方の、うん、運転手をやりつつ、歌のレッスンをし、うん、っていう風にやってきたんで、非常になんか理不尽さを感じながら、うん、今日まで来たんですけど、うん、まあ同じようなね経験された方も他に、まあ役者さんの世界ですから、うん、それぞれあると思うんですよ。で先ほどのあの何でしたっけ、まあ契約、まあ、その方の個々の契約のね、うん、状況にもよりますけど、うん、比較的まあ分かってる部分ではちょっと、何て言うんですか、まあ、クリアではないというね、うん、のが正直ありまして、うん、はい、まあ一般の会社とかでも少なかれあるんでしょうけど、うん、まあ通常の会社って、一身上の都合とかによって辞表を出す、うん、まあ今日言って、うん、じゃあ今週いっぱいねってことは無理だと思いますよ、うんうん、だけどある程度の期間1ヶ月だとかいうスパンで、うん、一応それ退けられると思うんですよ、うん、ところがこの芸能界というのはそこはちょっとそんなスパンでは退けられないんで、うんうん、結構きつい部分ありますよね。あ、そっか、私、うん、なんかもしかしたらこのまま芸能界に行くのかなと思ったんですけど、それはそれで、え、私が桜子さんは、うん、タレント占い師に、タレント占い師、いいじゃないですか、なんかビジョンが見えてるんですが、はい、そうするとほら個人で動くとね、うん、個人だからっていろいろなんかこういいように使われちゃう、特に女性の場合は、うん、昔はそうだったじゃない、あ、ね、まあね、芸能プロダクションに入ったら入ったで、こういうあのスポンサーつけるから、うん、まあ、ぶっちゃけ枕営業しろだとかなんだとか、うん、あるでしょ、うんうん、あ、そんなことをもう許しません、許しません。待ってください、ちょっとそれ何のこと誠さんと関係なくて、例えばそういうのがまだ、あ、残ってるじゃないですか、あのちょっとそれ僕何のことかよくわかんないですけど違う、誠さんじゃなくて、例えば私がプロダクションから声をかけられて、いやいや、はい、昔特にもっとすごかったじゃない、こうデビューさせてあげるから、うん、パトロンをつけて、うん、そういうそこで生活の指揮をもらって、ああ、うん、そういう意味ね。そう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 。誠さん何を言ってるの？ごめん、急になんか今の枕とか出てきたから。いや、枕営業だって、だって、あの普通にいろんな業界でもあるっていうのが今までの常識だったかもしれないですけど、うんうん、そんな常識は幻想で存在しません。存在しません。そう、それが嫌になってね、うん、いいように使われて芸能界も辞めてく人、女性だって男性だってね、今もやっぱり LGBTQ が多くって、うん、若い男性のモデルさんもいやいやそういうことをしなければいけなかったりするじゃないですか、うん、と、あの子役で使ってるあのオスカーさん入っちゃったとか、あの子役でいる方もいろいろあるじゃないですか、うん、ダメですよ本当に、うん、神の裁きがきっと下るでしょう、厳しい、そうだから本当にあの、はい、本人たちが好きで恋愛をしたくてだったら全然いいと思うんですけど、うん、無理やり仕事を取ってこいと言われて、あ、じゃあもう脱ぐのかなとか何かしなければいけないのかな、うん、そういう世の中はもう絶対に変えるべきですね。その点に関してはちょっと、まあ、あの、まあそうですね、あの常識的に考えたらやはり望ましくないっていうのはあるんですけど、うん、なんか今お酒飲んでたら急にさっき喋ろうと思ったことがど忘れしてしまって、私もですよ、あれどうしちゃったのかな、あの今ね、うん、桜子さんが言ってたとこにちょっとつけそうじゃないけど、はい、自分の意見を言おうと思ってたんですよ、うん、それが急になんかこれこのキチガイ水って言われてるアルコール飲んだら、うん、急になんか忘れちゃって、な、何を落としたんだっけな、芸能界の闇を、はい、あ、そう、それで思い出した、はい、でね、あのちょっとそことは違うんですけど、うん、やっぱりこの、まあ、基本はみんな何やっても、まあ、芸能人とかね、いろんなね役者さん、タレントさん、お笑い芸人さん、モデルさんとかね、いろいろいますけど、まあ、芸人である前に人間ですよ、まずね、そうそう、基本は、うん、だから人権であるじゃないですか、うん、ね、まあ、そこの部分は桜子さんがおっしゃったと思うんですけども、はい、あのこういうのあります、事務所との契約で一応やっぱりそれ売り出す側は、うん、扱う側は人間でありながら商品なんですよ、うん、演者というのは、うん、商品ゆえにある程度の一定の拘束というか取り決めをしないと、うん、
管理するっていう部分でやっぱり扱う側は責任もあるわけですよ、うん、そこは逆に分かってあげなきゃいけない部分もあるんですけど、うん、僕はあの友人にちょっと相談されたことがありまして、うん、ちょっとお名前は、忘れちゃいましたね、お名前は忘れちゃいましたけど、ある友人のね、うん、まあ、女優さんが、うん、まあ、モデル兼女優さんっていうんですかね、あのまだその事務ある事務所と契約したばっかりの時、うん、なんか契約書を見せられて、山本さんこれこれこれこうなんだこれってどうなのって相談されたんですよ、うん、でまあ僕も簡単にですけど目を通してみました。そしたら、まあ、2年間っていうスパンで恋愛禁止とかあったんですよ、うん、ああ昔はありました、はい、でそれを見た時にまあ自分が逆にその押し出す側だったら、うんうん、やっぱそうするのかなとかも考えたこともあったんですけど、うん、まだ彼女も当時若かったですから、うん、いきなりそれをねなんかあのこれはダメとかって言われちゃうとちょっときつかったんではないかなっていうのが正直な、気持ちなんですけど、そんなことがそれは結構往々にして多いってことですか、うん、そうありますね、男性の場合も、うん、男は恋愛禁止と聞いたことないですね。あ、女性の、はい、その当時はね聞いたことないですけど、うん、これ僕自身の経験で言うと、うん、いや僕はあの皆さんアイドルやってたわけじゃないでしょ、うん、ね、あでももうすごい表になって、あのいやアイドルやってたわけじゃないのに、うん、当時僕が付き合ってたガールフレンド、うん、事務所によって別れさせられました。何それ別れさせやじゃん、はい、だっせ、結果あのなんか、うん、まあ僕があのその時はその相手に対して悪い人になってしまいまして、あ、え、悪い人、なんかひどい男とか言われて、そんな経験があるんですけど、うん、ちょっとそれきつかったってのありますね。それ本当にひどかったんじゃなくて、俺が、そんなことない、そんなことない、僕は優しいですよあでも付き合って愛し合っていたのに、いやいや、事務所が間に入って、何を事務所が勘違いしてんだかね、僕アイドルじゃないのに、うん、なんでね一緒に歩いたりするのも禁止とかね、仕事に支障が出るからって、でもうだからそのガールフレンドに事務所側が直接ね、うん、ちょっとあの、別れなさいと、うん、これなんだ、今彼は大事な時なんで、うん、身を引きなさいみたいな露骨に言ってたわけですよ。ああそれはでも本当によく昔ね、それね、うん、なんかって感じだったんだけど、本当の話なのこれ。その彼女とやっぱり結婚を考えるぐらい愛していた、うん、いやそこまでは考えてなかったんだけど、あそうなの、うん、まあ正直ね、あそうなんだ、うん、まあまだそこまではやっぱ考えてなかったけど、うん、でもその場ね一緒にいた時はもう真剣にお付き合いをして、うんうん、まあ一応その愛を育んでたんですよ、うん、そしたらそういうふうに言われて、うん、なんか急にねやる気なくなってみたいなのも正直、それはね人を好きになったり愛し合うその感情ってやっぱり人間の一番尊いものだと思うんですよ、うん、それをね仕事だからってこう、うん、事務所が止めるっていうのは、うん、本当に良くないですよね。なんで昔そういう決まりがあったんですかね。まして未成年とかね、うん、まだまあちょっと一つの基準で言いますよ、うん、未成年とかだったら分かりますよ、うん、親心みたいな部分で、うんね、もうその時僕って確か29歳ぐらいですよ、もうすで、うん、に、あそう、はい、そのね、うん、もう成人迎えてその年になったにもかかわらず、うん、そういったところに立ち入る、うん、これってダメだろうっていう、うん、こういうところは僕は正直言って芸能界とか、まあ、芸能界とか僕のいた事務所だけなのかわかんないですけどね、うん、でも往々にありますよね、そういうのね。あ、うん、そうなんですね。もうそれはその彼女は今どうしてるんですか。どうしてるんですかね、うん、まあちょっとわかんないですけど、29歳で、その2億ってその法外な値段を言われて運転手をしながら、はい、あの返して頑張って返していた。いや、まあそんなそうは言っても、うん、実際2億払ったわけじゃないですよ、うん、じゃあその代わり、うん、まあ、2億はちょっと勘弁してくださいと、うん、でもそれなりに自分が辞めることでその後のスケジュールが全部キャンセルになるんだから、うん、じゃあ例えば僕の後の今度はボーカルを探さなきゃいけないとかあるわけですよ ね、事務所側にしてみたら、じゃあその損害金って意味ではわかるけど、うん、仕事ない日アルバイトさせてくれって言ったんですよ、事務所に、うんうんうん、はい、今どこどの会社だって逆に副業しなさいみたいなやってるじゃないですか、うん、で当時はやっぱり、まあ、そういう世界だから、うん、もう副業なんてのは当然しないし、うん、ね、そこの自分のやることに集中してたわけで、うん、
でアルバイトさせてくださいっていう申し出て、うん、あのすぐに OK とは言わなかったけども、でもなんだかんだ言ってちゃんと給料もいただけたし、うん、あそうなんね、うん、まあ結局2億は払わないでは済みましたけど、はいはい、でも済んだんだ、はい、済みましたけど、でもその退くまでの間っていうのはもうなんか気持ちが重く、そうだよね、というのは、うん、やっぱグループってね、うん、やっぱ皆さんほらその自分のペースでできないから、うん、旅先で行った先でステージに上がったら笑いたくもないの笑うわけですよ。台本みたいのがあるんですよ。台本みたいのは、あそうな、歌を歌う場合、お芝居じゃなくても、うんうん、台本がある、そう、うん、だからステージ上のこう流れっていうのがあって、うん、ね、もうその時には自分だけやめるって意思表示してるから、うん、気持ちが要は離れてるわけですよ。わかる、ね、気持ちが離れてる中、うん、ステージに上がったらいい顔して、うん、もう今日もねあの仲良くやってますみたいな見せなきゃいけないわけですよ、うん、これをねある一定の期間ずっとやってたのはきつかったですね。そうなんだ、もう抜けるって決まって、うん、ちょっといざこざあるのに笑ってお仕事して、うん、それはまあ仕方ないといえば仕方ないけど、うん、そうですよね、やっぱお客さんに夢を売る商売ですから、うん、そこでギクシャクしてる姿なんか見せられないじゃないですか、うん、でもこれ僕だけじゃなくて、ね、グループみたいにいた方っていうのは少なからそういうのをね、うん、みんな他のグループもボーカル何度も変わってますけど、うん、まあ、そういったなんかこうチームワークの踏み台って言っちゃうんですけど、うん、そういうとこからそういうなんか分裂するっていうのもなきにしもあらずです、はい、なるほど、これ何ですかとかって飲んでみてください。飲んでみましょう、はい、あしかも私ね出せないんですけど、うん、朝日のスタイルフリーがとにかく大好きなのでスポンサーに私ついてください、はい、あの番組中そうしたらやっと出せるのでそうじゃん、だってまことはもう好きなお酒ないですか、あのえ好きなお酒なんか、ね、僕ね酒を正直言って弱いんで、っていうか味の違いが分かんないのよ、く銘柄変わっても足までも一時期そうだよく分かんないんだけど、個人的にビールに関しては一番搾りが好きです。あ一番搾り札幌、いやキリン、キリン、あキリン、はい、じゃあキリンのスポンサーがあのマフターに絶対につくでしょういや、でも正直であんまり違いってよく分かんないですね。うん、で、あとなんだっけな、あの、はい、そんなマコタンなんですけど、マコタン、マコタンなんですけど、はいはい、何でもいいです。いろいろあのそれから、グループを抜けてで頑張って、はい、あのご自身でねいろんなところで歌を歌いながら、うん、営業されていた時も、はい、やっぱ目麗しい男性だったので、うん、あ今もそうなんですけど、いやいや、ね、いろんな嫉妬がね、はい、男性同士のね、ああそれは感じましたね、うん、皆さんね、ご視聴者の皆様方、男性の方々少なかれ同じことを感じる方がいると思うんですけど、うん、嫉妬心って本来女性よりも男同士も強いですね。ねえ、そう思いません？実はそうなんですよ、うん、男同士の方が嫉妬心って強くて、うん、まあ自分の経験上で言うとね、まあそのホストクラブみたいなところに営業に行くと、うんうん、歓迎されない視線が飛ぶんですね。わかりますでしょ、ね、うん、想像つくでしょ、自分よりも美しい姿とか、うん、ああいうとこにこう営業に行って歌うとね、うん、歓迎されてないのよくわかるんですよ、肌で感じるの、うんうん、だからね、あの嫉妬っていうのはね、なるほどなってやっぱり、そういうふうに感じたことがあって、はい、でどうなんでしょうね、その女性はまあ女性も当然嫉妬心ってあるでしょうけど、うん、あんま尾を引かないんじゃないですか。そうどうでしょう、女性はいろいろ興味がこう移ってしまう、うん、でも男性の嫉妬というのはやっぱり私ね男じゃないから分かんないんですけど、はい、ええ、それはもう足を引っ張るとか、うん、仕事をイチャモンつけてキャンセルするとかそんな感じですか、大丈夫、まあ、どうなんですかね、うん、そういうこともなきにしもあらずですね、はいはいはい、とにかくやりづらかったですね、あの当時も、うん、ただね、まあこれそういう場じゃなくても、うん、まあどうでしょう、人間ですからね、全ての人が例えばショーやってそこに来てる全員が自分の全員がファンってことないですから、うんうんうん、やっぱりよからぬ気をね走ってる人もいっぱいいるわけですよ。ああもうこいつもう絶対ムカつくと思ってチケットわざわざ取って見に来る、うん、そう絶対そういうのって少なからあるんで、うん、なんて言うんでしょう、
まあしょうがないでしょこれね。いやもう、うん、本当芸能人である歌い手である前に、うん、アーティストさんである前に一人の人間なので、そうですね、うん、そういった誹謗中傷とかね、はい、まあ、嫌がらせ、嫉妬というのはその人本人のも、はい、心の問題なんですよ、はい、自分に足りないところを持っている人を攻撃しても、うん、自分は何にもなりません、はいはい、あなたはあなただけで完璧だって、美しくて素晴らしい個性を持っているので、うん、人と比べないでください、うん、なるほど、うん、で僕はあるね、応援してくれてるね、ある当時もう亡くなっちゃった方で本当残念なんですけどね、うん、大変僕はあの世話していただいたある会長さんがいまして、うん、その方の言葉今も忘れない、うん、お前はあんまり男のファンがつかんから、うん、徹底的に女性を大事にしろ、でお前は片目見えなくなるか片足切断するか、なんかそういう感じでステージ立てとか一回言われたことある。え、なんでだろう、うん、うん、だからやっぱそのなんか、うん、まあね、その方が感じるそのあったんでしょうね、その、どうしても嫉妬の目で見られるから、うんうん、同情表ってやつですよね、今言うとね、同情を、そうだ、うん、そこでしょうね、うんうん、っていうのもまあなんかいろいろありますよねこの世界ね、嫌ですねそういうのね。え、それを変えられるのはまこたんしかいないんじゃないですか。いやいやいや、もうそういう経験をされた、どうなんですかね。でもそういうのって、でもこれ人間だからやっぱしょうがないですね。みんながみんな一つのことに賛同するってことはありえないし、それはね、だから好きな方がファンについてを純粋に応援するのはそれはそれでいいんですけど、はい、なんか嫉妬心が芽生える、目立つからって叩くのはそれも犯罪行為です、うん、犯罪ですか。犯罪行為です。なるほど。あ、でね、うんうん、まあ、そんなに苦労されたまこたんなんですが、はい、本当に歌唱力、そして芸能界いろんな方のパイプラインがこれだけ愛されてるので、本当に人脈がね、いやいや、ね、そんなことないですよ。まあ、大したことないんですけど、うん、まあ、長く生きてる分というか、まあ、僕は少なから人を大事にね、うん、好かれようと改めて あえて思ってはやって生きてきてないです、うん、自分の素の状態を出して、うん、まあ、あとはこれ芸能界どうこうじゃなくて人としてね、うん、やっぱりなんていうんですか、その人間って人の間って書くじゃないですか、うんうん、やっぱり自分に恥じることはしたくないっていう、うん、で不器用な人間なんで世渡りベタなんで、うん、まあ、本当になんか損してる部分いっぱいあるんですけど、私もすげえ実はいっぱいあるんですけど、いようよ、なんか許しがたいやつもいるんですけど、いようよ、あの固有名詞は出さないであげるから、ちょっと某プロダクションのあのねえみたいな、そうよ、それで同じように今悩んでる方がいっぱいいらっしゃるので、はい、で、まこちゃん、ほら、固有名詞出さなきゃ大丈夫。固有名詞？うん、出さなきゃ。ていうか、僕は結構、その時、言っちゃう？いやいや、もう忘れたみたいなね。でも、まあ、そうですけどね、同じように悩んでる方がたくさんいらっしゃるので、うん。うん、ですよね。うん、僕もちょっと今あることで悩んでますけどね、まあ、そういう方いっぱいいますよね。うん、います。そこをやっぱり開運やってる桜川さんとしては助けてあげたいと、そういう思いですね。いや、それはとても おこがましいんですけど、はい、救世主自分の経験は何一つ無駄なことがないんです。何度もね、カウンセラーのとこで伝えてるんですけど、うん、はい、無駄なことがない、うん、そこで自分がこういう経験をしたかって発信をどんどんみんな、ツイッター、インスタグラムで、YouTube でも、うん、インスタグラムライブでも発信ができるので、うん、やりましょう今日。何も人生無駄がない、うん、そうですか。こういうことで理不尽な経験が本当はもう宝物に今誠さんの中でなってるんです。なってるの、うん、でこれからやりたいこともここで宣言してみましょう。ああ、そうですね、僕やりたいことというのは、うん、あとでサクさん、ちょっと先ほどちょっと話してた映像一部出せますかね。お子さんたち、障害を持ったお子さんたちが、それをちょっと見ていただきたいのもあるんですけど、まあ、やりたいことというか、今日まで、まあ、一応ね、歌というメッセージっていうものでこう生きてきて、うん、まあ、よく言ったら気にないんですけど、まあ、今の皆さんね、同じ立ち位置にいる方は本当にこう苦労されてますが、うん、歌の力って何なんだろうっていうね、うん、
こう自分がずっと歌ってきて、まあ、いろんな人に触れて、うん、まあ、それを通して感じてきてる部分の中なんですけど、うん、やっぱりね、健常者じゃない方々、うん、ね、まあ、いっぱいいらっしゃるじゃないですか、うん、で僕はそういう社会的になんか弱い立場っていう方たちとステージを何度か共にしてきたりしてるんですけど、うん、今ちょっとその一部をねこの後ぜひご覧いただきたいと思うんですけども、はい、はい、じゃあぜひ、ありがとうございます、はい、ちょっと流していただけますか、はい、それを見ていただきながらお話ししたいと思うんですけども、はい、今このある舞台でね、これ僕が共にした舞台、ある舞台なんですけども、今、まあ、その親御さんたちと、まあ、その当事者ですね、自閉症の子がいたり、まあ、知的障害者が主な方々なんですけど、この子供たちね、実はすごい才能を持っててですね、皆さん、はい、集中力もあるものに一点集中するとすごい威力発揮するんですよ、はい、今これ全体としてのねやってるんですけど、まあ、これは本番なんですか、ね、そうです、本番中の、はい、でここね、まあ、当然客席側のほら人たちの姿が映ってるじゃないですか。僕ね、ここに出た時に正直客席の方に呼びかけたんです。大抵の観客の方がステージに出てる方の親たちなんですよ。だから我が子を客席から、自分たちの子供を客席から演じてる姿を見てるわけですね。それにしては全然こうエールを送ってるっていう気が伝わらなかったんですよ。だから僕はそれを目にした時に、この後僕ちょっと歌う場面があるんですけど、テンションが下がりね、自分の子供たちがこんなに障害抱えてできないながらも一生懸命やってるのにね、それを客席で見てる親たちはもっとね、もっとこう表現力豊かにエールを送るべきだろう。そうでしょうね。ね、それの疑問を感じて、僕歌い終わった後だったかな、親の方たちに、もっと自分のお子さんを見つめましょうと、うん、そんなようなニュアンスで、言葉を発したかと思いました、うん、そこがね悲しかったんですよ、うん、はい、もうこういうね一番右の男性なんかもういい大人ですよね。あ、そうですね、はい、もういろんな方が年齢も千差万別、はい、ダウン症の方がいたりとかね、もういろんな方がいる中、みんな精一杯頑張ってるわけですよ、はい、はい、で今手前に座って手を挙げてるのが僕の大親友の舞踊家のね、本当に天使みたいな方で、まあ、世界的舞踊家ですからね、彼女はオペラ座でショーをやってるっていう、はい、今ピンクのなんかこうエプロンみたいな下の、はい、はい、わかりました、です、はい、僕の大親友です。本当に素晴らしい方でね、こちらの方が指導をされて、いや指導してるっていうか、まあ、舞台監修みたいな感じですかね、動きの部分を教えてるという、で一緒に今ステージやった時の映像なんですけど、要はねこういう人たちにもっと社会が、なんて言うんでしょう、応援するべきなんですよ。これはちょっと政治的なね部分にもなってしまいますが、でその以前にさっき言ったように観客に座ってる方たちは親たちですからね、政治がどうこうとかそういう動きもあります。でもそれ以前にその親たちがもっと自分たちの子供と向き合ってるんですよ。客席からねもっとエールを送らなかったらどうするんだ、そこをすごく感じて、この後僕歌うんですけどすごくテンション下がったんですよ。心配という気持ちもあるし、うん、複雑な思いは、まあ、僕には分からない、そういう思いも少なからあるでしょう、うん、あったとしても、でもねなんかこう人ごとのようにステージにこう座った、ステージで客席に座ってるってのもどうかなっていう感じる部分がすごくね、うん、毛穴を通じて感じたんですよ。そう、うん、動物的感もすごいんですね。そうなんですよ、実は僕前世動物なんで。マジですか。マジです。あ、なんか私のこともね動物的感で、あ、はい、
素敵って思ってください。桜子さんは何の話をしてるんですか急に。ああ、やりましょうか。あのいやいやいや、カットじゃなくて、いや桜子さん皆さんね、素敵な女性ですよね。いや、もう本当にあの変態おじさんなんですけど。変態おじさん。おじさんなんですけど。実は男なんだみたいな。でもあの、桜子さんあのラジオ番組だけでなく、はい、いろいろやってみようって提案をいただいて。うん、あ、そうですよ。僕 ねあの桜子さんはね。まだ知り合ってそんな間もないんですけど、すごくね、やっぱりあの人間味、懐深い方なんですよ、皆さん。そんなことない。怒る。怒ったじゃん。いいとか別にそれは人間だから怒るでしょ、喜怒哀楽。いいじゃないですか。ね、でそういう面は僕すごく、今映ってる姿はもう仮面つけてますけど、その仮面実は僕もね、欲しいんですけどね。これ、100均で買った何年か前に、100均でハロウィン用に売ってて、あのそうだ、この前木下ほうかさんと同じトリガーズーリで番組を垂れてる俳優さんの主演の、はい、なんだっけ赤い部屋、うん、裸の天使赤い部屋を見に行ったんですけど、はい、仮面をつけてて、最初のシーンで、うん、仮面ブームだと思います。あ、誰かあの誠さんのファンの方たくさんいらっしゃるじゃないですか。欲しいって言えばプレゼントしてくださいますよ。いや、私これ100均なの。100均で、いや僕も結構100円ショップ行きますけど見たことないよ。3、4年前で、 あれだ、あの時期が悪かった、行った時期がね。そう、ハロウィンで、あ、そういう時期に行けば売ってるんだ。売ってたんですけど、去年なかったかも。私ちょっとパリピしてた時に、バーリーピーポーしてた時にこれ買ったけど結局使わなくて、うん、でも取ってあっていいなと思って、うん、ああいいよねそれね、なんか別人になれるみたいな感じ。私これ外したら人前で喋れないので、うん、そこんとこお願いします。大沢さんのあ、ぜひぜひ出して、あの、撮ってらっしゃる、うん、あれさっきの続きをちょっと映してください。そうそう、あそこでステージ一回皆さんの、はい、あの先ほどの、あの、子供たちというかね、皆さんが、うん、あ、本当だ、これあの今映ってる、なんか赤い帽子かぶってる僕なんですけど、うん、なんかほらもうやる気がないから肩が落ちちゃってるみたいな、やる気がないかった何歌われたのか、音声がね、そうですね、私たちからは聞こえないんですけど、皆さんには流れているのかな。あ、これ皆さんには歌聞こえてるんですかね。ちょっとね、これ正直言って僕ね、自分で自分を評価するとこの歌ダメなんですよ。なんか本当にテンション下がっちゃったものですから、これすれば聞こえますけどね。あ、そう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 、正直ね、本当にちょっとそういう部分もあったんですけど、これあのちなみにバイオリン弾いてる方ね、はい、あのアントニオ斉藤って言いましたね、素晴らしいバイオリストなんですよこの方、はい、これちなみにあの月光浴という歌でして、前回番組の中でも歌ったんですけど、熟年離婚が流行った年がありまして、それを熟年離婚やめようよとね、もう一回自分が選んだ人を見つめ直そうよっていうエールの歌なんですよ。あ、なんと素晴らしい。そういう内容の歌なんですけど、はい、僕のデビュー曲はちなみに不倫推奨歌みたいな歌だったんですけどね。矛盾してませんか。はい、矛盾してるんですよ。はい、あ、不倫は文化だって。そうそう、不倫をね、なんかそういう内容の詩なんですよね、デビュー曲が、はい、毎回あの僕の番組冒頭に流してますけど、でこれその逆みたいなね、はい、ここね、今ね、他の誰よりも俺は今君を愛せてるだろうかって自分に問いかけてる、なるほど、そういう歌詞なんですけど、いい歌ですよね。これちなみに作詞した方、アマチュアの方なんですよ。はい、素晴らしい詩を書くなって。どういった経緯でこの歌になったんですか。これはどうなんですかね、やっぱりその不倫みたいなのが流行った時に、まあ、あの桜子さんじゃないですけど、ね、ちょっとそのこのモラル道徳とかそういう問題で、それ皆さん見つめ直しませんかっていう、なんかそういったのを強く感じた方が書いたんじゃないですかね、はい、ここね、信じ続けることが全ての始まりという詩なんですよ。もし生まれ変わっても僕はまた君を選ぶだろう。いや最高の言葉ですね。運命の、はい、スピリチュアル用語でソウルメイト、ソウルメイト、そうなんです
もう10分、もうほらほら、なんだっけ、言うことが忘れちゃった、ね、なんかね、僕もこういうことを言える相手が欲しいですね、はい、それでそうなんですよ、誠さんはね、独身、私はちょっと謎なんです、はい、プライベートまあ、ね、そうですね、はい、それで、はい、何でしたっけ、まあ、そういうステージだったということです、はい、だから、やっぱりね、健常者が、やっぱりそのね、そういう方々たちをもっとこう率先して後押ししていけば、もっと全体的に平和な世の中が訪れるんではないかなって信じてますけど、僕は。素晴らしい。どうでしょうか、桜子さん、その点は。そういった、障害を持った方が活躍できる場所、うん、そして、私、授業、児童虐待って本当に大嫌いで、ニュースを拝見すると本当に憤りを感じてすぐ消してしまうんですけど、うん、そういった方の保護施設、はい、で戦争や紛争で国で家を亡くなった方の国連難民高等弁務官事務所っていうのが日本にあるんですけども、はい、そういった方が日本で安全に暮らせるような施設を誰かと一緒に皆さん、うん、まあ、皆さんで一緒に作りたいので、うん、あと保護猫保護犬もちゃんとみんなで暮らせるように。そうですね、うんうんうん、なので私と付き合いたいって方は甘い言葉じゃなくて土地をくださいなんかアマテラス大神の国譲りみたいになってるけど、ね、土地をくださ い、そこで一つの土地で、そうやってみんなで助け合って暮らせるような受け入れ体制を日本がちゃんともうしなきゃいけないので、はい、これだけね、教育っていうのが日本、私もバカでどうしようもないんですけども、皆さん、地球の皆さんが何人とか関係なく助け合って生きていって、うん、はい、健常者、障害を持った方、うん、本当にそれ関係ないです。ただ個性な、個性の違いなので、そうですよね、助け合って生きていけるように、うんうん、どんどん私たちまで、土地をください土地と助けてくださる方お願いします。あ、菅総理お願いします。いやあとコロナマスクね、こんなジメジメしてきて、コロナだからどうのって知らないです。マスクね、はいはい、してると女性ってこう化粧も落ちるし、はい、摩擦で乾燥するし、シミも濃くなるし、男性はまだいいけど面倒くさいじゃない。だからいつまでマスクしてりゃいいんですか、うん、あ、愛が生まれた日歌わないと私たち。そうだ、それはね、今日ね、そもそも歌うんですよ。僕ね、そもそもね、ここにゲストに呼ばれた理由はね、その歌を桜子さんと一緒に歌うという。そうなんです。忘れちゃった。ここで、そもそも私、役目的に来てるんですけど。そうだった。ちょっとほら、あ、だってそれはほら誠さんのね、時間なくなっちゃうね。 あとこれから誠さんが芸能界長く活躍されてて、はい、いろんな闇も光も経験された誠さんだからできる新しいプロジェクトをここで発表してほしかったんですよ、はい、ああ、まあ、もう50分で足りない。プロジェクトというかね、その、まあ、まあ、大まかに考えてるのは、うん、ね、本当に仲間と言える、はい、さっき言ったような本当に心ある人たち、うん、はい、歌の力量とか、うん、ね、その芸術的センスがもう置いといて、うん、まずその志、うん、そういうものを持った人たちの仲間で本当に配信していこうっていうことですよ。一言で置き換えて言うと。あ、どこで？いや、だからそれを世に訴えるんですよ。もうそれも世界的に、日本だけじゃなくて。そう、訴える場所をまず、うん、そういうのを確保しなきゃです。そうです。ある程度団体で。だから桜子さん、それみんなで考えましょう。桜子さんとも曲を出しますし、この後ね、これ今後。出す？決まっちゃった？どうぞ、決まってるんじゃないですか。だから歌うんですよ、これ今。予行演習で。だってご自分でタレントを占いっていうか、ね、そうだけどね、そういうママになりたいって言ってる。歌のじゃあうまいかどうかを、そこはもう番組まで、じゃあ何出してもらう、もう時間がないんで、はい、私たち。そうです、はい、はい。じゃあちょっと触りだけ、ワンコラスぐらいだけ歌いますか。っていうか歌詞ないと分かんないかもしれない、ね。あ、いいよ、私覚えてるの。まあ勝手に作っちゃえばいいか。はい、とりあえず、はい。これはい、あれこれね、あ、こういうのが山につけないと聞こえないってことですね。これ皆さんご存知だと思うんですけどね、女優の藤谷美也子さんと大内義明というね、僕の番組の、エンディングで最後流れてる曲、彼が作曲したんですけど、僕の本当に無二の親友だったんでよく歌わせていただいてます。恋始まってますよ。今受け止めて、マイク使うと聞こえる、これを。あふれる想い、あなたの両手で、恋人よ今目を閉じて、
高なる胸が二人の言葉キャンドルの炎に揺れてるプロフィール世界で一番素敵な夜を見つめている愛が生まれた日この時に真実は一つだけあなたとならば生きてゆける愛が生まれた日この時に永遠は始まるよ君とだったら生きてゆける巡り会えた急すぎて歌詞バラバラだったいや歌ったじゃないですかいいじゃないですかこんだけ下手なのに声をかけてくださって、はい、皆さんどう思うかあの曲の方までご意見ください、はい、いや皆さんね素晴らしいですよねそうただの占い師変態占い師なのでいやそんなことないですよそうなのよまあなんとかこれ誠さんのやつはいこれ誠さんのやつマイク違いますあ本当、はい、あ僕と同じマイクですよわかりました、はい、あとだけこれから何をしたいか、ですから、はい、だから先ほど言ったようにね、まあ、芸術というものを通じて僕はとにかく一人でもより多くの人たちに、僕の仲間の中でもっともっといろいろ配信していきたい、うんはい、だから桜子さんも僕のね、うん、誠チームの一員になったわけですから、はい、まだ契約してないし、はい、そういうお話いただいたんですけどいや私はねそんなに契約はまあこの後でいいとしていや契約しませんえ誰とも契約しません時間縛られるし本職もあるじゃん。あ、占いの仕事がどんどん増えて収入が増えたらちょっとお手伝いできるかもしれないんですけど、はい、皆さんでやりましょう。そうですね、うん、ぜひぜひまずはご自分優先ですよ当然ね。あの春子のママさんも、はい、あのやっぱり LGBTQ で、はい、いろいろもう今自由にね私はこうなんだって発言できるけど、うん、できなかった時代に本当に苦労されて、うん、それでも立派に頑張ってきた方もう一緒にチームになっていただけますか。ああもうねあの方は私の、うんまあ、第二の母親みたいな、はい、連れてっていただいて本当に素晴らしい、あの皆さん赤坂でね、はい社交界のドンみたいな方がいまして、うんはいその方とね、ぜひ協力もいただいてはい、はい、もう盛りだくさんでいろいろやっていけたらと思ってます、うんはい、私と私もそうです私あの行ける時だけ参加とかでも大丈夫ですか。まあいいですよ気まぐれでやっていただければそうですね、はい、それであのもう一人ほらご紹介いただいた、はい、ハマチーさん、金融で日本を変えたいっていうハマチーさんはまた違った形でね、うん頑張っていらっしゃいますけどもやはり彼女あのフリーエネルギーというもののお話をされていて、うん、戦後あの日本がね金融の教育をされてないってそれ私も意見一致してるんですよ、うん、私も無知だしあの投資とかそういうことに全くできないので、うんはい、なぜ彼女がそれをしているかっていうと、うん、どんどん日本をそういった教育で良くしたいって思いがあるからじゃないですか、うんうん、そうだねそういうあの金融部門とかいろいろ作っていかがですか、はいいいですね、うんはい、人間プロダクションみたいなねそうですね、はい、あ1分前 早いですねありがとうございますじゃあマサさん あのお花いただいた、はい、あのなんだっけクラフトビールのはちょっと置いといてお花をいただいた方の動画をちょっと流していただいてもう来週にしようかなあじゃあやめようかあやめましょうか今回マサさんありがとうまた来週流します何か思い残すことはないですか、はい、思い残すことですか、はい、思い残すことは特にないですけど、はい、あの何でしたっけさっきのやっぱりね何をとしたかちょっと頭がテンパってきちゃってわからないけどそれはまあとにかくみんな一生懸命生きていくってことですよ、はい、あのそうですね自分が嫌なことはちゃんとはっきり断れる時代、うん、ノーと言える日本人、うんまあ、世界の皆さんそういうふうにそういった
あのプロジェクトをね、うん、まあ、含めて作るってことでよろしいでしょうか。そうですね、やっぱり、うん、家のことは嫌だ、常識を持ちつつ自分のやっぱりね、そう、主張するとかは主張するべきだって、日本人弱いですからね。そうなのよ、人よしを、そこを利用されることもあるので、もうそういうことはもう、はい、まあ、今日からもなし。そうですね、はい、で、あの僕もね、うん、一応芸能界やってきた一人として最後に一言言いたいのは、うん、同じ位置に立ってる方たちというかね、それを押し出す方々、うん、もう理不尽なことはやめましょうって感じですよね。うん、理不尽なことを一切やめてください。はい、なんかあの、うん、そんな歌もあったかな。理不尽。それ来週歌えばいいじゃん。それあのさだまさしさんの歌だったから、ちょっと違ったかな。うんうん、そんなようなね、歌もね、はいはい、あって。とにかく、最後坂本さんどうですか。今日は本当にでもお招きいただきありがとうございます。こちらこそ本当に2時間もお話し続けて、あの喉を大事にされてください。はい、で来週もよかったら見てください。あの誠さんが19時から同じ局で、はい、番組持ってまして、はい、天地桜子は3月から始めた新米のただの占い師なんですけど、スポンサーがつくといいなと思います。あの朝日スタイルフリーが好きなので。うん、絶対お願いいたします。脅迫みたいになってる。糖質ゼロ、いいそうです。菅総理も、ね、あの私、あの山本太郎さんも出てください。はい、本当にいろいろおはあの飲みながらお話ししましょう。いいじゃないですか。はい。ね、うん、はい。まあ、本当に MC しない、私の一生に。え？いやだ、いやか。私あの何ですか、 MC。MC。MC 自分で。アシスタントとかマネージャーさん探してて。されてるじゃないですか。探してるんですよ、はい、私ほらもう出れない時もあるだろうし、うん、はい、スタジオまで来れない時もあるので、ええ、誰かあの 無料でやってくれる方いませんか。はい、もうやれる時は何でも、はい、便利屋でやりますんで。あ、本当ですか。ご協力させていただきます。 ありがたいです。はい、じゃあ坂本さん、今日ほらもう、あ、もう終わり、ですか、終わっちゃってる、あ、終わっちゃってる、519、あ、じゃあ来週も8時だよ、全員集合。はい、集合。アメデスのカヨンチャンネル、来週も絶対見てくださいね。じゃじゃーん、けんぽい。あ、はい、負けちゃった。バカさん、あれ。